1989年にも発売されたファミコン、NES 専用のゲームコントローラー、パワーグローブ。まるで SF 映画の秘密道具のようなグローブ型端末に心惹かれた子供たちも多く、今でも様々なプロジェクトに利用されるなど、根強い人気を誇ります。そんな中、パワーグローブでドローンを操作する方が話題になっていました。ドローンの操縦といえば、一般的に付属のコントローラーでするものですが、海外ユーザーのラン・ムーアさんは、パワーグローブをそれに抜擢。いくつかの改造を施すことで、実際にパワーグローブによる操作でドローンを飛ばすことに成功したようです。試操作は、グローブに追加したセンサーによるジェスチャーコントロールをメインとしており、コントローラーのボタンには、いくつかのコマンドが登録。腕の傾け方で、ドローンの姿勢を制御しつつ、手を開くことでホバー飛行をさせたり、指を上に向けて上昇させたりと、直感的でユニークな操作が可能に。この光景に、海外のネットユーザーの方々からも、コメントが多く寄せられています。これに対しての海外の反応を見ると、海外の反応、これはすごくいいな。俺も欲しい。ザ・ウィザードのルーカスが喜んでる。これが未来か。こんな風にコントロールすることができるグローブがあったらと思って、タンダ X さん、パワーグローブがいいぞ。かっこいいぞ。ドローンを手に入れる理由が増えた。俺は魔法使いになれるんだ。カメラの後ろにコントローラー持った人がいるんじゃないの。もし、もっと正確に反応するように改良できるなら、これは、非常に素晴らしいコントローラーとなるんじゃないかな。非常にクールだね。面白そうだ。ザ・ウィザードだな。懐かしい。アングリービデオゲームナードか何かなの？これは、最高のハロウィーンのコスチュームアクセサリーになるぜ。ダース・ベイダーの格好をして、グローブも黒く塗る。そして、ドローンの下に、ぶら下げたキャンディバスケットを、フォースの力でコントロールするんだ。これを見てたら、レギュラーを思い出した W。